際にお客様から服を長く着るっていうのはやっぱりいいことだよねっていうお声を実際に来られている方から聞きます。なので、まあ、非常にサステナビリティと服をできるだけ長く着て捨てないっていうことが日本の皆様の中に広がってきているんじゃないかなと考えています。70開けねえよ。70のよ、ちょっと。いやでもいいね、かわいいね、これね。古着屋さんとかを見るときに意識しますかね、サスティナビリティっていうか、なんだろう、捨てられちゃうよりはこうやって使われてる方がいいよねっていうのは意識することがあるかなと思います。買うときはあんまり意識してないですかね。もうただおしゃれだから買うっていうのが多いんですけど。まあ、二次利用、三次利用っていうのはやはり踏まえてもらった形で、今後も、まあ、今後こう、まあ大手のアパレルさんは、まあ、作っていただければ我々もそのゴミではなくてちゃんと古着として、まあ、いつまでも末永くこう来ていただける、使っていただけるっていう形が取れるのかなと。